皆さんこんにちは、ポポです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。地中海クルーズ6日目の朝を迎えました。起きてすぐエレベーターで16階のデッキへ。早朝のデッキにいるのは私とお掃除の人だけ。いつもありがとうございます。今朝は曇り空、綺麗な朝日は見れません。向こうに見えているのはチビタベッキアの街。今日はここから内陸にあるローマに向かいます。船が港に到着する前に朝食を済ませます。今朝も早めに来て海が見える席を確保。ホットミルクとヨーグルト、クリームドーナツは欠かせません。船は港に到着。朝9時過ぎ、船から出ました。港にはバスがたくさん。今日はオプショナルツアーに参加します。ここからローマまでは約1時間の道のり。ローマに到着しバスを降り、ガイドさんの後に続きます。この壁の向こうは世界最小の国、バチカン市国です。今日は誰もが知っている有名なところが多いので説明は手短に。バチカン市国はローマカトリック教会の総本山。世界最小の独立国で、大きさは東京ディズニーランドより少し小さいそうです。あの門の奥はバチカン市国。大きな石柱の間をすり抜け、広場に出るとすごい人。広場の奥に見えるのはサン・ピエトロ大聖堂。神社、仏閣、教会好きの私としては大聖堂の中に入ってみたいところですが、長蛇の列。石柱の近くには大聖堂に入りたい人の列がずっと向こうまで続いています。残念ながら私たちはこの列に並ぶ時間はありません。ということで、大聖堂をバックに1枚。ローマは思ったよりも寒くて震える私。その後、大人の都合タイム。お土産物屋さんに案内されました。私は特に買うものがないので、外に出て大聖堂を眺めていました。バチカン市国、島国日本で育った私には自分の国の中、しかも大都市の中に違う国があることは、理屈では理解できても感覚的に理解するのが難しかったです。バスに乗り次の目的地に向かいます。人混みと警察の笛の音。ここはトレビの泉です。トレビの泉、18世紀に作られたローマにある最大の噴水。数々の逸話があるロマンチックな泉。期待に胸膨らませ訪れると、人めっちゃ多い。どこでもいい。噴水の近くに行きたいけれど、あっちの方が場所があるね。こっちすごい人だね。人混みをかき分けながら前に進みます。トレビの泉に来たら絶対にやりたいのがコイン投げ。コインを投げるとまたここに来れると言われています。もちろん私もやってみます。すごい。はい、満足。美しい彫刻の数々。中央はタイガ、大海の神
オケアノスで、それどころではなく第三、人と人の間から見る噴水、水の色が美しい。泉の横に教会発見、石柱が印象的な教会のファザード。中に入ってみます。ここは17世紀に再建されたサンテ・ヴィンチェンツォ・エ・アナスタシオ教会です。ちょっと違う。ここは17世紀に再建されたサンテ・ヴィンチェンツォ・エ・アナスタシア教会です。歴代のローマ教皇の墓がある教会だそうですが、なんせ宗教に疎い私、いつものようにさらっと見て回ります。そして教会を出るとトレビの泉の全景が見える絶好の撮影ポイント、そのにぎわいもよくわかります。さて次の場所に移動します。途中あった両替屋さん、1ユーロ153円。ひたすら歩き、ひたすら歩き、そして見えてきたのはパンテオンです。パンテオンはローマの神々を祀る神殿でした。もともとは紀元前に建てられたものが火事で焼失、現存している建物は2世紀に再建されたそうです。2000年前の建物が現存してるなんてすごい。今の家やビルで2000年耐久できるのかな。古代ローマの人々の技術の高さに驚かされます。ちなみにこの頃日本は弥生時代です。中には入らず先に進みます。次に訪れたのはナボーナ広場。約2000年前競技場だった場所が今は広場になっています。そしてまた歩く。ローマの街の中の見どころをぎゅっと凝縮して見せてくれます。前に見えるのは裁判所。ここまで結構歩きました。幸い今日はここまで膝が痛くありません。でも歩く歩調を合わせてくれないパパにイラ、私ちょっと不機嫌に感情をぶつけてしまいました。その後バスから見える景色も上の空、今思うと本当にもったいないことをしてしまいました。そして見えてきました、コロッセオ。コロッセオ、ローマ帝政期1世紀に建てられた円形競技場。高度な建築技術でローマ観光の目玉の一つ。歴史ロマンを感じますが、行われていたことは結構グロい。圧巻の外観に動画を撮るけれど、いつものわーは出ない。今見ると一言も喋ってない。バスを降りて近くまで来ました。テレビや雑誌で見たまんま、いやそれ以上の迫力に声を上げたいけれど、黙ってツアーの列に従う。その後軽食タイム。やってきたのはコロッセオが見える絶好のロケーション。なんか説明しにくい軽食。せっかく来たのにこんなところで嫌な思い出を作るのは嫌とお互いを思っているからか、会話再開。その後コロッセオから徒歩数分のところにあるヴィンコリのサン・ピエトロ大聖堂にやってきました。この教会の見どころは、
17世紀に描かれた美しい天井画、そしてミケランジェロが制作した預言者モーセの像です。朝から歴史的建造物、歴史的美術品が目白押しで、私は少し疲れ気味。またコロッセオに戻ってきました。私は相変わらず気分が乗らない。動画を見返すと、パパは優しくて、結局は私のわがままだったんだなと思います。というわけで、後半気まずい空気が流れ、ローマには少し苦い思いが残りました。ではそろそろコロッセオ、そしてローマを後にします。バスに乗るとすぐに寝てしまい、気づいたらすでにチビタビッキアでした。このツアーの料金は1人125ユーロ、約18,000円。片道1時間かかるローマまでの往復、そして見どころがぎゅっと詰まった有意義なツアーだったと思います。港に到着、船に戻ります。この日は出港時間と夕食の時間が重なったので、港を出る様子は見れませんでした。さあ夕食です。何もなかったかのような2人、今日も一番安いワインをいただきます。あ、私は実はパンザネラ。Oui. Nouilles de sèche. C'est la mini à la langue génoise. だって。いや、フランス語やけど分からへんことない。分からない。あのパスタの名前がイタリア語やからかな。いまいち分からへんわ。メニューを読んでもいまいち分からない私たち。私のメインはオオカミウオ、海の幸詰め、ズッキーニのソテー添えをオーダーしました。そして私、それがこちらです。魚、大胆なやつ来たよ。背開きなのも斬新。モカチーノ、モカチーノ、モノトーノ、モノトーノ。食後、これまで撮ってもらった写真を買いに行きました。あれこれ撮っていただき、最終的に11枚購入しました。料金は130ユーロ、約18,600円でした。次に船内のお店にお土産を買いに行きました。船内にはブランド物も売られていましたが、私たちはパスタ一袋だけ買いました。今夜はショーも見ず、ゆっくり休むことにします。明日は最後の寄港地。Donc ne manquez pas. Merci encore et une excellente fin de croisière. Merci, au revoir.